野上八幡宮は、和歌山県海藻群君の町小畑にある神社。野上八幡神社と表記されることも多い。旧社格は、県社。近明天皇十三年、大和国より野上へ八幡神を誕生し、先住の神である国瀬まず、美見ことを、聖戦山へ遷宮した。永遠元年に、岩清水、八幡宮の別宮となり、万寿二年に社殿が造営された。ただし、 ヤワタグ代レによると、神宮皇后が、息子の品田明の地を伴って、三冠征伐から外戦しようとしたとき、義理の息子のザカミコ、押熊王子兄弟が兵を起こした。その際に、南馬で、竹内スクネに、品田明の地を預け、自らは、紀の国コロモナ裏に上陸してこの聖戦山麓の地を、臨時の頓宮としたという。この地はその後とされる。 天文十年のネゴロデラッシュとの来週によって、社殿、財宝、文書などが消失した。工事三年大見国出身の本願望負けが、社殿、同社の再建を決意し、野上層をはじめ各地に肝心を行って復興させた。元気元年には、宝蔵、若宮殿、五ま堂が再建され、天正元年には、別当寺として、東に、本願寺、西に、 神宮寺が混流されている。天正十三年の奇襲生伐を終えた、橋場秀吉に車両を没収されたが、慶長六年に浅野長政が車両として三国を寄進し、鳥居屋御子を奉納、法上会などの神事を復興するよう命じた。元那五年に奇襲藩主となった徳川頼信は車両を安堵して、諸手の神具を寄進した。頼信は四度車参しており、 内外鳥居の再建、絵馬学の奉納、石灯籠の寄進などを行っている。第六代藩主、徳川宗直は、延教2年に、第七代藩主、徳川宗信は、法歴8年にそれぞれ絵馬学を奉納している。 今日は二年本願寺、第九世、海山の発願で多方塔の再建に着手し、文化二年に完成。1869年の神仏分離令により、境内から本願寺、神宮寺、不動堂、本寺堂が撤去された。1871年の大乗管令で定められた、宇治国域は、野上層全域であった。1873年尊者、 1884年号車、1916年県車となった。1908年から和歌山県は神社整理に着手し、無格車173社を合祀することとなった。1926年多宝刀が売却された。1957年から3年間をかけて、本殿、拝殿、竹内社殿、平野今木社殿、甲羅社殿などを1500万円で、 解体修理している。ありがとうございます。